ジェリー・ドナヒューはアメリカ合衆国のギタリスト、プロデューサーであり、主にホザリンゲーやフェアポート・コンベンションのメンバーとして、ブリティッシュ・フォーク・ロックシーンでの活動や、ロック・ギター・トリオ・ザ・ヘルキャスターズのメンバーとしてで知られている。ドナヒューは、ビッグバンドのサックス奏者であるサム・ドナヒューと女優のパトリシア・ドナヒューの息子として、ニューヨーク・シマンハッタンで生まれ、ロサンゼルスで育った。 両親に励まされ、子供の頃からクラシックギターのレッスンを受けていたドナヒューだが、14歳のドナヒューがシーウィッチでの講演で、アールスクラックスの盤上テクニックを真似てビハインドザナットベンドを弾いているのを目撃したのが、後にベンチャーズに加入したジェリー・マクギーだったことが最大の印象に残っている。ドナヒューは、その後、マクギーからレッスンを受けた。 死板でのレギュラーベンドに関しては、ドナヒューは、エーモス・ギャレットに大きな影響を受けたと述べている。その他、彼の形成期に影響を受けたのは、ジェット・アトキンス、デュエイン・エディ、シャドウズ、ベンチャーズであり、後に影響を受けたのは、クラレンス・ホワイト、ダニー・ガットン、アルバート・リー、トミー・エマニュエル、ロベン・フォードである。イングランドに移った後、ドナヒューはすぐに発展途上のイギリスの、 オークロックシーンのメンバーとして尊敬されるようになった。バンドメンバーとして、ポエットザワン、マンバンドとフォザリンゲー、フェアポートコンベンションで演奏した。その後、ジョーン・アーマトレーディング、ゲリー・ラファティロバート・プラント、エルトン・ジョン、ザ・プロクレーマーズ、ミック・グリーン・ウッド、ジョニー・アリディ、ゲイリー・ライト、クリフ・リチャード、クリス・レア、ウォーレン・ジ・ボン、ボニー・レッド、ハンク・マービン、ロイ・オービソン、 ナンシー・グリフィス、ビーチ・ボーイズ、ヤードバーズなどのアーティストとレコーディングやツアーを行った。1990年には、ビル・レイ、ジョン・ジョルゲンソンと共にギタートリオ、ヘル・キャスターズを結成した。彼らはいくつかのインストゥルメンタルアルバムをレコーディングし、1990年代と2000年代初頭に頻繁にツアーを行った。ドナヒューは、のビデオテープをリリースし、最近では、 サンディ・デニーのゴールドダストやアニマルズのインスティンクトなどのソロプロジェクトをプロデュースし、2008年には短命に終わったフォークロックバンドホザリンゲーのセカンドアルバムを完成させている。2009年、ドナヒューはクライブ・バンカー、リック・ケンプ、レイ・ジャクソン、ダグ・モーター、娘のクリスティーナ・ドナヒューとバンド、ギャザリングマイナス・レジェンド・オブ・フォーク・ロックを結成した。 ジェリーは2011年2月、デルタブルースの王様であるロバート・ジョンソンが1911年に誕生したことを記念した、ザ・ソングズ・オブ・ロバート・ジョンソンのイギリスツアーのために、エレクトリック・リベレーターズのデュオ、ゴードン・ライドサイモン・グレゴリーに交流した。この間、ジェリー・ドナヒュー、ゴードン・ライド、サイモン・グレゴリーをフィーチャーしたエレクトリック・リベレーターズ、 は2011年8月のアコースティックステージコルン、ブルースフェスティバルのヘッドライナーを務め、再び、ロバート・ジョンソンの曲を演奏したこれは一回限りのフェスティバル出演だった。2016年7月29日、ドナヒューは壊滅的な麻痺性脳卒中に陥った。数週間後に発表されたレポートによると、医師は彼の家族に、おそらく二度とギターを弾くことはないだろうと語ったという。 ことである。イギリスだけでなく、アメリカにも馴染んでいるドナヒューは、音楽的に、ケルト音楽、ロック、ブルース、カントリーなど、両国の影響を受けている。技術的には、ドナヒューは、右手では、フィンガーピッキングや、ハイブリッドピッキングスタイルで演奏することが多いが、左手のテクニックが彼を、ギタリストの間で著名にした。10代の頃、ギタリストのジェリー・マクビーや、 エーモス・ギャレットと出会って、以来、ドナフィーは弦のベンドに魅了され、最終的には弦のベンドの技術を習得し、一度に数本の弦を曲げたり、ナットの向こう側で弦を押さえて、音を変えたりすることもしばしばあった。テレキャスター奏者のダニー・ガットンは彼を、惑星上の弦曲げ王と称賛した。1997年頃、 フェンダーは日本でエリー・ドナヒューのシグネチャーストラトキャスターを作成したが、ドナヒューのスタイルとテクニックは彼のシグネチャーフェンダー、テレキャスターやテレキャスター全般と密接に結びついている。彼のシグネチャーストラトキャスターは、テレキャスターのサウンドをより忠実に再現するために、ブリッジピックアップの下に金属板を使用するなどの改造が施されている。JD テレキャスターは、 クロム製のテレネックピックアップをストラトピックアップに交換しカスタム配線の 5A スイッチを追加したことが特徴的である。さらに最近 PEB はオムニアック JD シグネチャーギターをリリースした。ジェリー・ドナヒューの名前が付いた現在のギターはジェリーと世界的に有名なギターデザイナートレブ・ウィルキンソンによって設計されたフレッド・キング・ブラック・ラベルジェリー・ドナヒューモデルである。 イギリスのギタリスト誌では、このギターに5つ星のうち4.5つ星をつけて、ギタリストズチョイス賞を授与した。中古音楽機器市場で今なお、人気のあるのは、1979年から2004年まで、イギリスで生産されたジェリードナヒューシグネチャーの、アウォードイコールセッションセッションマスターコンパクト JD10 ライブ、レコーディングプリアンプペダルである。JD10 は、 スピーカーエミュレーションによるクラシカルなクリーントーンとオーバードライブトーンも提供し、ラインドライバー、バッファーとしても機能する。ディスコグラフィーの一部のみ、詳しいリストは、ヘルキャスターズのサイトとオールミュージックのジェリードナヒューを参照。ありがとうございます。